多摩市立愛和小学校平成27年度研究主任崎俊太郎です本日は2年間の研究報告をさせていただき ICT 教育推進の一翼を担うことができればと考えておりますどうぞよろしくお願いします本校の研究テーマタブレット端末等の日常化による新しい教育スタイルの創造目指したものは授業教師地域の 申請当初、相和小学校は当時の校長松田の尽力により大変恵まれた環境にありました。タブレット端末一人一台、校内 Wi-Fi、大型モニター、このような公立小学校としては考えられない環境の中で私たちがしてきたもの、こちらをお伝えしていきたいと思います。 この環境の中で地域や児童、良さ、課題を把握して新しい教育スタイルを生み出すこと、それが私たちの目標でした結論から申し上げます。私たちが2年間の研究でたどり着いた答えです。タブレット端末等は子子をを学びの主語にするツール子どもを 学びの主語にする。 ままだまだ,まだ,まだ道半ばですしかし主語が教師の場面はそこにはありませんこれまで私たちは右余曲折の連続決して予定調和ではありませんでしたこれまでの道のりです第1期はファンブリング電子黒板や一人一台のタブレット端末がある中で 何をすればいいののか分からない手探りの状態第二期はコンフュージョン表面上実践活動はそれなりに進めているしかし使えば使うほど疑問が生まれてくる使う意味はあるのかそこへ大きな転換期第三期キャン・シー・ザ・ライト暗闇の中に一筋の光プログラミングの授業での子どもの主体的な姿 また教育から学びへというパラダイムシフト教育の主語は教える側一方学びの主語は学習者第4期フォーカス散在していた考えが少しずつまとまってきました子どもの学びに最適化しよう21世紀を生きる子どもたちに必要な資質を育むプログラミング教育を推進しよう その2つを推し進めた相葉小学校はどこに着地したのかここでお話ししたいのは当初の目標であった授業教師地域のリーデザインはどうなったのかそれだけです1つ目授業のリーデザインこれは80%の出来この数字は感覚でしかありませんしかし 日本の公立小学校で最もタブレット端末を活用した小学校だという自負の中で、自信を持ってお伝えします。朝学習、隙間時間での使用、共同学習、思い描いていたリデザインに近づきました。残りの20%はポートフォリオ活用など家庭との連携です。次、教師のリデザイン。これは60%です。 教師集団としてはおそらく国内でも有数の ICT 活用力を持っていましたしかし従来の授業にアドオン付け足しの意識でタブレット活用することからなかなか抜け出せないプリント作成丸付けまだまだ従来のアイデンティティに縛られているもしかしたらこれは一現場では完遂できないミッションかもしれません最後地域のリデザイン これは40%やはり一番難しいしかしサポーターからパートナーへと変化する可能性を感じました保護者の方々にはタブレット端末使用にご理解をいただき持ち帰りにも協力していただきましたまた課題は散積していますが文科省未来塾プロジェクトなど新しい連携も見えてきましたそのタブレット端末を用いた持ち帰り学習を実践する中で 4つの効果を感じました都合に合わせた量の確保相互啓発による意欲の喚起家庭内の豊かな連携促進生活実態の把握まだまだ深まるはずですさて授業のリデザインにおいてもう一つお伝えしたいことがありますそれは ICT の活用は必ずアクティブラーニングへとつながる とということですアシスティブアダプティブアクティブアシスティブ資格支援タイピングなどの入力支援読み上げ機能などのアクセシビリティ4月より障害者差別解消法が施行されましたがタブレットを使うこと自体がアシスティブ合理的配慮となりますアダプティブタブレットを持つことは 一人一人が辞書や地球儀を持っていることと同じです。それはニーズに応じた学習活動の保障になります。そして最適な学習コンテンツを提供することができる。アクティブ学びに必要なのは教え込みではなく学び合い。タブレット端末を用いれば意見の共有比較がすぐにできる。それは個の尊重。 価値の創造につながる。再び結論です。タブレット端末等は子どもを学びの主語にするツール「教育する」ではなく「子どもが学ぶ」という意識改革今後の展開としてはこれまでの基盤の上でデジタルを推し進めるのではなくデジタルが推し進める新しい学びが発展していくはずです。 そのの学びの象徴はプロググラミングです相葉小学校は今年度人員環境が劇的に変化しましたが現在もパナソニックの研究は我々教員の指導官に大きな影響を及ぼし ICT に関する研究会およびセミナー等での実践報告や模擬授業等を通し新しい教育スタイルの啓発に努めています。 普通の学校に安心する風潮において我々の研究は異端の2年間で終わるのかそれともこの2年間が時代を作るのかこれまでの実践を伝えまたそれよりさらに上を目指した実践をしていくことが我々に課せられた責務だと感じています以上これまでの実践を通したからこそ見えた成果と 今後の課題をお伝えすることで、2年間の研究報告とさせていただきます。最後に、パナソ,パナソニック教育財団様や、寺島先生をはじめ、さまざまな方々のご協力やご支援のもと今日の報告ができましたこと、心より感謝申し上げます。本日はごご聴ありがとうございました